お菓子をあの控えるというすごく何度も何度もいやというほど嫌というほど肩幅が狭くて <laughs> やるマインドを日々勉強しております <laughs> ね早めに仲良くなったよね知念さんはいちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、この昭馬という役どういう役作りとかされてらっしゃいますでしょうかそうですねあの昭馬 いうあの皆さん、第1話であの見ていただいた方もいると思うんですけどですあのグミを食べるとか、はい、あの大体、すごくあの食べ物とかお菓子を食べるシーンがすごく多いんですよ。うん、で、その中でこう事前に台本をいただくんですけどあの次の話はこれを食べるとかそういうのが分かるのであのそれが分かればあの普段の僕の日常生活で。 お菓子を控えてあの撮影現場に行って初めてあの食べた感覚を大事にしようと思ってなるべくその食べないようにしているのは役作りをする上ですごく気をつけている部分であります食べた時のリアクションを大事にというで,、はい、でも1話見させてもらったんですけどもそのグミ食べる時の顔が。 すごい美味しそうに見えたんですけども。本当ですか。あのシーンとかは。はい、あの、あのシーンも、はい、あの杉原監督。のもで、はい、あの、すごく何度も何度も。あの、嫌というほど。嫌<や><さ>というほど。嫌と <laughs> いう。嫌というほど、グミ食べてた。グミをたくさん食べて。あの、完成した。あの、絵になっているので。あの、すごく美味しそうに食べるっていうか。初めて食べる感覚っていうのは、すごく大事にして。うん、あの、撮影していました。で、日野さん。 さ、はい、さんはどうういいいっった役作りされてらししゃいますでょか内面的にも毎日考えてばっかりいるんですけど外見的に言うと、はい、僕、本当あのもう見てる方皆さん薄々感づいていると思うんですけどあの肩幅が狭くって、うん、本当にあのこのコートも最初、衣装合わせで監督の前で初めて来た時に、はい、なんかコートに着られてるんじゃねえかお前みたいな感じで言われたのでそこからちょっと筋トレを。 毎日始めまして筋肉トレーニングをしていますねあそうなんですね、はい、結構ついてきた感じですかいや全然ですね全然。<laughs> でも今日全然ねなんかその着られてる感じにはあ、<や><や>そうなんですよ、はい、これもちょっと衣装の方が工夫してくださって<笑><笑>いろ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 あるんですねはいあるんです、ね、ありがとうございますでは宮部さんはいいかがですかどういった役作りされていらっしゃいますでしょうかはいあの皆さんもしよろしかったら後で いやめ望みの潜在写真とか見ていただいたらわかると思うんですけど、全くもともとギャルとほど遠いような人間だったので、最初にギャルって聞いたときはもうギャルってなんだろうって思って、そこからギャルのティックトックとかユーチューブとかを見てギャルマインドを日々勉強しております。<laughs> ギャルマインド勉強されて、はい、も結構染み付いてきましたか。そうですね、どん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 違和感がなくなってきました、ね、<laughs> うん、撮影の方はどういった感じで進んでるんでしょうか。 でもあのまあ、最初、撮影が始まる前からあの実はこのメインキャストの3人の方であで事前にあの連絡を取って、はい、撮影が始まるクランクインする前からちょっとあの仲良く、うん、あのさせていただいてあの本当に撮影が始まっ,て始まったらあのこの作品のことだったりとかお互いの役のことについてあの話し合える環境を作りたいという意味も意図を があっってあの、ね、早めに仲良くなったよね <laughs> でも本当とにあの作品撮影中とかも姫がこう,こうやって演じてみようよとかの作品撮影中以外でもプライベートでこ,れこの役にすごい役立つんじゃないっていうのをたくさん送ってくれてそっからコミュニケーションがてる、えっとうんあのギャルの,あの動画とか <laughs>、はい、作品とかれそうこれ見た方がいいよとか洋楽,洋楽とかねすごいポジティブな歌詞の曲とかを。 おすすめしてくれたりして。